球温暖化は人類だけではなく自然生態系にも著しく影響を与えます。私たちは陸域生態系、特に森林土壌の温暖化に対する応答とそのフィードバック効果に関して研究しています。道場には植物の落ち葉などが由来の有機炭素がたくさん蓄積されています。その量は地球全体で約3兆トンに上る大気中炭素の約3倍にも相当します。特に日本の森林道場における有機炭素の含有率は世界の平均値に比べて約7割多いと言われております。これらの有機炭素が土壌微生物による分解されます。その結果、1年間に人為基金排出の10倍にも相当する二酸化炭素が土壌から大気中に放出されています。温暖化によって土壌有機物の分解が急速に進み、地球温暖化をさらに加速する可能性があります。私たちは土壌有機炭素の分解の温暖化応答を解明するため、自動開閉型のチャンバーシステムを独自に開発しました。このようなチャンバーシステムを日本をはじめとするアジア地域の森林や草原に設置し、地球規模での土壌呼吸の観測を行っています。このような赤外線ヒーターとチャンバーシステムを用いることで、日本をはじめとして中国、台湾、香港など10カ所の森林で土壌の温暖化操作実験を行っています。アジアの森林における土壌有機炭素の分解は温暖化による影響をどのように受けるのか、排出量やメカニズムに関して研究を行っている最中です。研究成果をまとめ、地球温暖化対策に役立てればと思っております。